飛べの輝く星、平野紫耀オーディション生との掛け合いに笑顔と創意工夫が光る。日本のエンターテイメントシーンにおいて一際輝く存在となっている平野紫耀。その魅力は、飛べオーディション生たちとの生配信でさらに広がりました。岸優太との掛け合いやオーディション生たちからの質問に対する独自の回答、そして楽しいエピソードがファンたちを魅了しています。 岸シユタのユーモアに笑いの渦。飛べのオーディション生たちが24日に公式 YouTube で行った生配信、ルービーンでは、平野潮と岸優太がリラックスムードでファンに向けて魅力を発信しました。特に注目を集めたのは、岸優太のユーモア溢れるコメントです。オーディション生からの質問に対して、岸く君が買ってくれるよ、との発言で一気に笑いを取り込んだ岸優太 藤代昇進が騎士にサンタさんからもらって一番嬉しかったものを尋ねると騎士はトレーニングシューズと回答しました。その後藤代が自分が欲しいものを聞かれ靴が欲しいと答えると平野が騎士君が買ってくれるよ。買ってもらいなと突如として笑いを誘発しました。しかし騎士はサンタさんが来ることを願いましょう。簡単ふ、 夜が楽しみですね。と、はぐらかし、場を笑いの渦に巻き込みました。ネット上でも、笑った笑い、はぐらかしてる WWW、騎士サンタが勝ってあげて、ショー。など多くの反響が寄せられました。オーディション生の質問に平野の創意工夫。生配信では、オーディション生として初お披露目された5人が登場。 質問コーナーでは、島田康晴が平野にダンスについての質問を投げかけました。平野は自身も小学校1年生からダンスを始めたと話し、日常から盛り込むしかないんですよ、と回答。実際に投校時やドジボールでボールを避ける時のシチュエーションに合わせきれキレのアイソレーションを披露し、会場を笑いの渦に巻き込みました。 他にも、藤代昇進が岸優太に質問し、平野が、騎君が買ってくれるよ。とのコメントで和ませる場面も、オーディション生と先輩いたちの掛け合いから感じられるのは、平野市用の創造性と柔軟な対応力です。先輩いたちのアドバイスと笑いの渦。さらに、イムップの佐藤真は松崎港から、踊っている途中に疲れて笑顔がなくなります。 どうしたら最後まで笑顔でいれますかとの質問に笑顔でいなきゃって踊るんじゃなくて見ている人に笑顔になってほしいと思って踊ればいいと思いますとアドバイス。北山博光は川田隆起からのかっこよくてインパクトのある自己紹介を考えてほしいですという無茶振りに技を伝授し盛り上げていました。 小助川優は神宮寺優太にステージに立つ前のルーティンを尋ねました。神宮寺はサウナ、トレーニング、歯医者などスケジュールを次々と口に出すボケを繰り出しましたが、平野や騎士は無反応で思わず神宮寺が、突っ込めよ。と逆突っ込み。出演者を和ませた後に、あえてルーティーンを作らない方が本番に望める。あんまり作りすぎない方がいいと思うよ。 と優しくアドバイスしていました。とべファミリーの活気ある雰囲気に注目。この生配信を通じて感じられたのは、とべファミリーのアットホームで活気ある雰囲気。平野紫仕様を含むメンバーたちが笑顔でコミュニケーションを取り、オーディション生たちもリラックスして質問や掛け合いに参加していました。ファンやエンターテイメント愛好者にとって、 この生配信は平野仕様の新たな一面を垣間見る貴重な機会となりました。飛べファミリーの結束と平野の明るいパーソナリティが織りなす楽しいエピソードに期待が膨らみます。今後の展開にも注目ですね。飛べファミリーの絆と平野仕様の明るい魅力が織りなす楽しいエピソード。飛べオーディション生たちとの生配信では、 平野紫仕様の笑顔と創意工夫が際立ち、岸優太や他のメンバーとの掛け合いからは、戸べファミリーの活気ある雰囲気が伝わってきました。岸優太のユーモア溢れるコメントや、平野の独自の回答はファンを楽しませ、オーディション生たちとの交流からは、平野の柔軟な対応力と創造性が垣間見られました。 さらに、先輩たちからのアドバイスや笑いの渦に巻き込まれる場面も印象的でした。飛べファミリーの一員であることを感じさせるアットホームな雰囲気が、ファンやエンターテイメント愛好者にとって魅力的な瞬間となりました。この生配信を通じて、飛べファミリーの結束が強まり、平野仕様の新たな一面がファンに広く公開されました。 今後も彼らの活動に注目が集まり、エンターテイメントの世界に明るさと笑顔を届けてくれることでしょう。飛べの輝く星、平野仕様の未来に期待が高まる瞬間でした。